皆さんこんにちは、レックパーフェクト講座で所得税を担当しております、専任講師の北井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、税目紹介ということで、所得税について、ちょっとお話をしてみたいなと思います。でまず初めにですね、税理士の魅力についてちょっとお話をしてみたいと思います。現在ですね、税理士試験を受ける人が非常に少なくなってきております。それとに対してですね、現在税理士で活躍されている先生方、私も含めてですけれども、非常に高齢化しております。ですのでこれから受験される方にとってはですね、非常に魅力のある試験であります。そして国家試験でありますので、非常に評価が高いということであります。ですので、ぜひですね、皆さん方に税理試験合格していただきたいと思います。それから、2つ目についてはですね、この税理試験の、傾向というか、その前に、税理士のこの業務内容のですね、分業化というのが始まっておりまして、この税理士試験、税理士の資格、税理士の仕事がですね、非常にこう何て言いましょうか、専門化しまして複雑化しております。ですので、ここの何て言いましょうかね、税理士としての専門化がこう始まったらですね、仕事を分業化していった方が効率がいいということでありまして、ですので、税理士の方々はですね、例えばクライアント法人を主にする方、それから、個人をですね、お客様にする方というふうに、大きく分けて二分化しております。法人のお客様を対象にするのか、そして、所得税、といいますか個人ですね、個人の方を対象にするのか、こういうふうに、この複雑化専門化したためにですね、改正も毎年ございますので、クライアントもこう分業化して、専門化していくということですかね。でさらには業種に分けて、特化される方もいらっしゃいますけれども、大きく分ければ法人を対象にするのか個人を対象にするかということで二分化されてきます。そして、税士の試験もですね、ご案内の通り5科目合格すれば税理士登録できるということで、まず、簿記論、財務諸表論ですね、これは必ず取らなくちゃいけない。それから税法は3科目取るわけですけれども、所得税法とですね、法人税法、これを必ず取らなくちゃいけないですね。必ずというかどちらかを取らないといけないと。でそれ以外のところは、2科目はですね、消費税でもいいですし、相続税、それから、固定資産税でも収税でも何でもいいわけです。しかしながら、先ほど言いましたように、所得税法か法人税法か、これは必ず取らないと、いずれかをですね取らないといけない。もちろん理想的にはですね、法人税、所得税、取ってですね、それから相続税とか、それから消費税、とかですね、これを取るのが一番理想的だと思うんですけれども、問題なのはですね、法人税、所得税は非常に税法のですね、条文が多くてですね、学習するのに時間がかかります。非常に時間がかかります。ですので、法人税を取るのか、企業ですねの税金相談をするのか、税金、お客様にするのか、それとも、個人の方をですねターゲットにするか。個人の方ですと、そうですね、私業の方が結構いらっしゃってニーズがあると思うんですけれども、芸能人の人とかですね、それからプロスポーツ選手、それから弁護士、私業、それから医師とかですね、そういったお客様、それからそれに関連する相続税とか、こういうふうになるわけです。で、個人にターゲットを絞るのか、法人にターゲットを絞るのか。で個人にターゲットを絞る人は当然ですね、税理試験は所得税を、受験してですね、合格していく必要があるということになります。ただ、法人をですね、お客様に、企業をお客様にする方についても、そこで働いている人は、人でありますので、所得税、ですね、報酬、例えば役員報酬についても給与になりますし、
それから職員が退職すればですね、退職所得になる。そして、まあ、従業員の方の、給与、これも給与所得で、所得税の対象ですので、法人にターゲットを絞るにしてもですね、所得税避けて通れませんので、所得税を勉強する必要があるということで、でまず特にですね、個人をターゲットにする方は所得税をですね、時間かかりますけれども、これを受験して合格していく必要があるということであります。で、このレックパーフェクト講座ではですね、このそういった方のニーズに応えるためにですね、ちょっとご紹介しましょう。ですね、パーフェクト講座っていうのはございまして、講座は全52回あります。で、52回をですね、テキストがありまして、テキスト1、2、3、4とありましてですね、でテキストの1は1の丸1と丸2に分かれておりまして、そこで、所得税法の全体を1回一巡します。でその後にテキストのですね、2、3、ここで大体の基礎固めをして、それから、テキストのですね、4は特殊理論をやります。でこの、テキストを、まあ、通じましてですね、この基礎固めをするんですけれども、これがまずは、インプット学習になります。でそれに対応する問題集も1から4ありまして、まずインプットはですね、このテキストを使ってやるんですけれども、なるべくですね、図でイメージで理解していただいて、そして問題集でアウトプットすると、こういうような方式をとっております。そして、さらにはですね、確認テスト、それから、答練ですね、それから全国模試とか、こういったものを用意して、まあ、いわゆるアウトプットですね、インプットだけしただけではちょっと不安ですので、アウトプットをするということで、アウトプット、インプット、アウトプットの、まあ、繰り返しでですね、短期間に試験に合格していくというような、まあ、講座でございますので、ぜひですね、このパーフェクト講座を利用してみていただいて、皆さんとですね、まあ、効率的に効果的に学習をしてですね、ぜひ、合格を一緒に勝ち取りたいと思います。以上で終わりますけれども、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。